スランプ。どうもこんにちは、篠原です。今回はスランプですね。スランプに入った時どうすればいいのかということについて話したいと思います。いまいち成績上がんねえな、やっても成績上がんねえよなっていう瞬間、スランプですね。これは来ると思います。一生懸命頑張っても成績上がらない。僕毎回言ってるんですけど、成績上がるグラフって最初こう順調に上がっていくんですけど、一旦こう上がんなくなるんですよね。である瞬間からポコッと上がるんですけど、毎回こうなります。毎回こうなるんですが、この時期ってしんどいんですよ。やっても上がんねえっていうね、そういうしんどさがあると。でこの時期が大事なんですね、実は。ここで頑張れるかどうかってすごい大事なんですが、このスランプに入った時どうすればいいのかっていうことをですね、ちょっと成績が伸び悩んでいる時の対処法なんですが、これはねもう1個だけです。復習しましょう。復習、今までやってきたことっていうのをもう一回思い返してみてください。でこれが一番効きます。復習が一番スランプに効きます。なんで復習が効くのかっていうことなんですけど、スランプに入ると一番厄介なのが自信がなくなることなんですよ。俺もこれ以上やってもダメなんじゃねえかとか、才能の壁だとか、そういう自信がなくなるのが一番困るんですね。でこれはもう仕方ない、自信がなくなっちゃうの仕方ないんだけど、その時復習で自分のできるところに戻ることが大事なんですね。あ、これできるようになったじゃん。昔はできなかった。1年前この問題解けなかったけど、今の俺この問題解けるっていう問題をいっぱい作ることが大事。で、こういう確認ですよね。昔解けなかったけど今できることの確認をもう一回して、ここで自信を取り戻すことっていうのがまず大事なんです。俺まだまだいけるぜと、まだいけるぜ、だってこんなにできるようになったじゃんって言って自信を取り戻すことが大事なんですね。でもう一個が、復習することでどうしても穴が見つかると思います。あ、ここ弱いなみたいな、俺これ苦手だなみたいな、そういうのが見つかると思います。だって復習してるわけだから、覚えきれてなかったとこ、いまいち理解が進んでなかったとこっていうのが分かると思います。でこの穴が分かるようになったら、そこ埋めればいいんですね。これをこう埋めていきましょう。でそうするとどうなるかっていうと、苦手がまた一つ消えるわけですね。でそうなると自信がついて、苦手がまた一つと消えていくんだから、いつかスランプから脱出できる。少なくとも穴を埋めた分だけは成長できるわけだから、成績って上がるはずなんですね。ですから皆さん、もし成績伸び悩んでるな、スランプに入ったなって思った時は復習しましょう。復習、今までやってきたもう一回やり直しましょう。でそうすることでできるようになることも増えるし、自信も取り戻せるので、俺いけるじゃん、いけてんじゃん俺っていう風に思えるようになると思います。ですから復習やりましょう。過去やったことをもう一回思い返してみましょう。これはある種勇気ある撤退というか、その勉強してる時って次々やらないといけないってどうしても思いがちなんですね。思いがちで、真面目な人ほどそう思っちゃいがちなんで、次々やらなきゃって、でやらなきゃってやってるうちに、こうだんだんおろそかになっていってしまって、こういまいち身の入ってない勉強になっちゃいがちなんですね。でそうなるとこう伸び悩んじゃう、やっても結果出ないって思っちゃいがちなんです。でその時何をするべきかっていうと、ちょっと前進するのやめてみる、むしろ後ろに下がってみる、で復習してみる。俺本当に理解できてたかな、やったけどそれってもしかしてやっただけの自己満足なんじゃないかみたいな、そういうことをちょっと考えてみて復習してみるというのが一番いいかなと思います。勉強したっていう事実変わらないんですよ。あなたが一生懸命頑張ったっていう事実は変わらないんですけど、また成績が上がってないっていうのも事実なんですね。ですから成績の上がる勉強をしましょう。そのためにスランプに入ったら、成績が伸び悩んだら復習をしましょうということでした。ぜひね、スランプに入ったら復習やってみてください。これはですね、例えば部活とかでも使えるテクニックだと思うんで、ぜひやってみてください。ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。伸び悩みってね、誰でもありますよね。あります。で、多分、どんな一流と呼ばれる人もあると思います。あると思う。オリンピック級の選手だろうが、伸び悩みとか、スランプってあると思うんですよね。で、なんていうかな、オリンピック選手だったかな、誰が言ってたかちょっと忘れたんですけど、スランプに入った時に、やることがあるんだったら、それはまだいいと。本当の一流の人っていうのは、やること全部やったのに、それでも、結果が出なくて悩んでるんだみたいなことも言ってましたけど、皆さんやることありますよね。目の前の参考書やりゃいいんですよ。でそれをやって、それでも成績が上がらないっていうことは、ないと思います。受験勉強は努力したい人は絶対報われるようになってるんで、ぜひね、スランプに入った時はこの復習をやってみてですね、自分の皮を一つずつ破っていってください。最後になりますが、過去動画のまとめサイト作りました。今まで投稿してきた動画を体系的にまとめたサイト作ったんで、よかったらこちらを見てみてください。今後もこういう勉強に役立つ情報どんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。